こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、未成年の初心者です。親に内緒でメルカリで商品を出品することや発送することはできますか？というテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。この流れですね、視聴者様から質問ありました。ぜひね、回答させていただきます。こちらですね、メルカリの未成年の規約ですね。まあ、こちら読んでいただくとわかるんですけど、まあ、簡単に言ってしまいますとね、親御さん同意がないと、出品配送ですね、できません。だからぜひね、守らなくてね、出品してバレますと、アカウント削除されます、おそらく。で、立証はですね、利用できないので、ぜひ注意していただければいいかと思います。チャンネル登録お願いします。ゼレンコミュニティはね、秘密のミーティングに参加もできます。ぜひね、登録を待ちます。あとですね、悩みや質問がありましたら、LINE であと登録にね、連絡いただければいいかと思います。ぜひね、回答させていただきます。今回動画は以上となります。幸いご視聴いただき誠にありがとうございます。次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。